FM 技能案をお聞きの皆さんこんこんにちは木曜日2時を回りました、えー、火曜ダイヤル797人に歌あり歴史ありの時間です担当のパーソナリティの砂川です、えー、この番組は先週はあ区長さんをお招きをしてですね旧那地区の自治会長さんの知念光雄さんをお迎えして、えー、放送いたしましたが今日はですね 愛知区の自治会の会長であられます。上里博之さんをスタジオにお招きしております。上里さん、こんにちは。こんにちは。お忙しいでしょうによくおいでくださいました。ありがとうございます。いえ,いえ、今、えー、時期的にはどんなんですか？忙しい時期？ そうですね4月の定期総会はを終えてはい、はい、もう夏休み目前になっておりますの、ね、です、ね、これからの授業に備えて準備中ですね,、はいまあ、ねあのさっき打ち合わせをしていましたら本当にこれだけのことをやっているのかと思うような、ねはい、たくさんの行事が、まあ、出てきましたのでびっくりしたんですがおい,おいお話を伺っていきますが、えー、その前にです、ね、皆さんあの 宜野湾関係の記事が、タイムス新報の紙面から紹介を、なるべく紹介をしているんですが、今日はですね、沖縄タイムスには草草という欄があるんですが、それに母の日公演というタイトルで、宜野湾市のお住まいの植津米子さんという方が投稿されておりますんで、その草草を紹介してみたいと思います。 5月8日の母の日はあらゆるところで沖縄芝居公演があり、私も友人とウルマ市民芸術劇場で劇団花園のウトフイージーとホトトギスの二本立てを見てきました。ホトトギスは盗賊の次郎が逃亡中に出会った役人の妻のマカトを手ごめにしてしまい、二人は一緒に暮らします。子供が生まれる 生まれますが2人は侵入してしまったので元の夫が子供を育てることになります以前はテレビ番組の水曜劇場で沖縄芝居があり私もとても楽しみにしている一人でした時和座、大神座、音姫劇団、帝子座などもっといっぱいの劇団があったと思います子供の頃は小さな劇場などもあり 本当に楽しい思いい思出となっています。劇場は少し小さいけど満席でした帰りにはポスターと花束をもらいましたこれからもいろいろな劇団の芝居を見たいと思います誘ってくれた友人に感謝楽しいひとときをありがとう木野湾市にお住まいの植津米子さんご家庭の主婦の方の投稿をご紹介いたしました さて上田さん、お待たせしました、ごめんなさい、はいえー、愛知、愛知区のね、はい、自治会長さんということですが、愛知区、うちのスタッフの神田さんが準備をしてくれたこの地図を見てみますと、宜野湾市全体の東側の方に位置しているんですね、そうですね、中原区、宜野湾区、長田区にこう挟まるように。 囲まれるようにして、その愛知区はあるわけなんですね。はい、で、その、えー、人口はどれぐらいですか人口はですね、はいえー、約6400名、6400人、ず、はいぶん多いですね、そうですね、世、ま、帯、あ、数が2500あって、はいまあ、宜野湾市でも、まあ、6番目にです、ね、人口が多い地域となっています。23区ののうちの 六番目ぐらいですね。先週のね知念さんのとこは急なさ急落は十三、えー、番目ぐらいとおっしゃってましたんでね。三千三百七十人千四百四十四所帯、はい、世帯あ,あるということなんですが、はい、そうずいぶん愛知区はじゃずいぶん広いですね。そうですね。えー、もともと、えー、愛知あざ愛知とあざ神山が、えー、合併して。 はい、えー、誕生した地域ですのではあ、はあ、人口的にも多いですねこれはあ合併したのいつ頃の話ですか合併したのは昭和三十九年のですねはい私生、えー、誕生の時に吉野安市が誕生した時にそうです村、ね、から 市政に移行したときに、はい、行政区再編したときに阿佐神山阿佐愛知が合併してですね、はい、誕生した地域となっていますああなるほどなるほど、はい、昭和39年東京オリンピックの年ですそうですね、はい、<laughs> それを思い出しましたその神山区この番組のスポンサーになってくださっている佐喜義岸さんもね、はい、その神山区 まあ愛知区そうですねあるんですよね,すね出身も神、えー、山ではい、はいえー、事業所の方もですねはい以前まではずっとあの岐野市、はい、小学校の後ろでえええなさってましたはいはいそうですねまあその先ま西も愛知区にあるということで親しみを持って、ね、番組を進めたいと思いますが、はい、よろしくお願いしますはいこちらこそよろしくお願いしますさあその姿勢発足時に 愛知と神山が合併をして、えー、その愛知区の自治会が誕生したということなんですが、はいえー、愛知区になったのはこれは、えー、平成24年ですね名称変更名称変更となってその愛知区になったということなんですね。はい、会長さん一口に言って、はい 愛知区の住人たちの皆さんの、はいはい、一言で言うとどういったところがいいところでしょうか一言で言ででうとですね,、はいねまあ この地域の団結心が非常に強い地域だと感じております。そうですかいや。これは会長さんにそう言わしめるということは、この愛知区の皆さんがいかに日頃からこの団結心をね、はいえー、持って、えー、日々の生活をしているかということが、はいえー、伺われるということですね。ありがとうございます。いや素晴らしいいいいことだとととだ思いますねねやっぱり郷土愛ううのがなもう お役員のなり手もいないでしょうし、はい、なったらなったで大変ご苦労されると思うんですね、はい、そういう点でまあよかったですね、はい、そして、えー、これはあ行事をちょっとお,かお伺いする前にですね、はいえー、8割の方が神山は吉に取られた。 そうですね、えー、1800年頃から神山という地域は存在しているんですけどももともと神山村として宜野湾のそばでですね、はい、主にこの今の宜野湾飛行場の中心地にあった地域なんですね。はい、でそれがあの戦後、普、え、天、ー、間基地にです、ねええ、接収された8割方がこの。 まあ基地に取られてしまってその残り、えー、の2割と愛知が合併して、はい、合併してできたわけですね、はいはいあ。なるほどね。それからなんかあ、まあ、名所というんでしょうか、はい、なんか「ーが合う、はい、ありますねという話を伺いましたが、はい、これは何が 神山愛知ヌール川というのがヌール川、ヌール川ね、ヌール川、これ、方言でどういう意味ですかヌール川というと、ウブ川といって、戦前から湧き水が出て、生活用水で利用したり、またこの水が湧いてくるということで、そこには生命を感謝して、うがんしたりと、それい聖地でもありますね。これはか 市の登録文化財にですね、はいえー、平成25年の宜野湾市登録文化財第1号として登録させていただきました市の文化財登録第1号となったということですねいやこれは何て言うんでしょうこの愛知県にとっては非常に歴史を感じる非常に大事なことですねそうですね素晴らしいことですね、はいはい、そのヌール川があって えーまあ、そのおヌール川を中心に、えー、生活を営んでいたということなんですね。そして、えー、なんか共有神山の教育会事務所ですか、はい、そこに慰霊碑慰霊碑もありますね。はあはあ、えっと、この去った大戦でですね、えええー、戦没した方々を。はいあの の慰霊碑を。はい。けんけんけんしてあります。はいはい。はい、ええー、これはそうすると。あの。まあ、今月は二十三日慰霊の日なんですが。はいえー、この慰霊碑の前で。そうですね。慰霊祭を行うんですかね。はい。二十三日はですね。はい。やっぱり、あの。 県全体県全体の儀礼日となっておりますので、ええ、はい二十三日後の日曜日に神山教育会事務所にですね、はい、えー、ご家族の方また地域の方が集まってですね、ほうほうはいあの慰霊祭を開催いたします。はいはい、まあ六月二十三日は県の大きな慰霊祭があるんで、はいその二十三日を過ぎて後の日曜日、そうですねということですね。はい、えー、その日にこの慰霊日に。 みんな集まって慰霊をするということなんですね、はい、これはずっと続いているわけですかそうですね、<ー>やっぱりこの当時の神山の,、はい、あの亡くなった方々をずっとあの忍びながら、はい、また語り継いでいくためにも、ご、ま、家族の方と地域の方、集まって、継続して行ってきておりますなるほど、まあ、その戦争を経験された方々もね、だんだん年を取られて、高齢化が進んでいて、はい だんだん少なくなっていっているというふうなこの現実、例えば、まあ、あ第二高等女学校のもう慰霊祭を取りやめたとかですね、はい、こういった話を聞くんですが、まあ、こういうふうに、ね、慰霊碑の前にみんな集まって慰霊をするというのは、えー、亡くなられた方々の、ねえー、気持ちに応える意味でも供養する意味でも非常に大事なことだと思いますね。そうですか でこれどれくらいの人数が集まります？百名以上の参加者が集まってます。すはあ、やっぱりこのご家族の中でもですね、はい、語り継いでいくということで、ええええ、お孫さんとはい、はい、お子さん等も来てですね、はいはい、当時のことをまた語りながらですね、はい、またあの継いでいこうというまた目的もあります。あ、はあ、なるほどね、わかりました。さて、えー、今もう番組始まっておよそ15分ですが。 あリクエスト曲も頂い,いてますんで、えー、お話を伺いながらまた思い出の曲をお送りするということなんですが1曲目はジョニー・ギノワンさんの歌でしたね。はい、こうギノワンさんはジョニー・ギノワンさんは愛知県のご出身そうですね私たちか、はい です本当<ー>はい、身内だね。はい、ああ、そうだ、まあご活躍ですからね、はい、ジョニー宜野湾さんさあその宜野湾さんの歌は何ていう曲でしたか「一本道」です一それじゃあその今日の一曲目のリクエストをおいきいだきたいと思います愛知区出身のジョニー宜野湾さんの歌で「一本道どうぞ」 火曜ダイヤル797人に歌あり歴史あり毎週木曜日2時からの放送砂川が生放送でお届けをしております、まあ、今日はあ梅雨の時期には似つかわしくない、えー、晴天なんですが海の色も真っ青な海の色も見えておりますそんなロケーションを眺めながらの放送となっておりますそして愛知愛知区の自治会長さんであ,るあります上里博之さんを ゲストにお迎えしてお届けをしております上ェさんジョニーギノワンさんはその愛知区のご出身だということで、はい、まあご活躍なんですが、はい、えどうですか？区民の皆さんの前で歌ったりするということあります？そうですね。私たち地域ではあの民治のマサロって呼んでいてですね、ほ<う>あの私たちも自治会とか、はい、地域の依頼があれば。え<い>えー 公民館に来てですね。お披露してくれたりする時もあります。あ、そうですか。はい、それは地元で盛り上げてね。はい、やっぱり地元一番大事ですからね。はい、なんと言っても、地元で、えー、まあ、交流を重ねてですね。はい、まあ、ご自分の芸能活動にも幅を持たしていくということが一番だと思いますね。はい、えー、さあ、それじゃあ、この。えー、技能野湾小学校がありますね。はい、その道から東側が。 えええそして西側が神山1丁目と愛知1丁目となんか、えー、その公民館松ぼっくり公園ですか、うん、というのがあるというふうに伺いましたが。はい そうですね愛知2丁目、3丁目には公民館を中心としてまた隣に松ぼっくり公園というのがあるんですね、以前はですね愛知も亀山も闘牛がとても盛んな地域でもともと闘牛場跡地なんですね、今の公民館がですね、現在でもこの闘牛の像が公民館のそばにその周りを今でも子どもたちが遊んでいます。か そ,こそれもそそのあたりであったんでっんすかそうですね以前はこの愛知鹿島屋といってですね愛知屋、はいはい、昔のこの猛足袋まで猛足袋して遊ぶところがあるんですけれどもい、はい、今でももう実際十字路がまだ残っていてはい、はい、まだあの当時のですね、はい、青年たちのこの思いを受け継ぐために青年演奏はですね鶴月、はい、には必ずここで。 おお踊っててまた当時の話とかもって語り続いてますあそうですか、はい、年配の方々にとっちゃ非常に懐かしい思い出のページをこうめくるような行事になるでしょうねそうですね,ね<え>またこういったことをすると、はい、先輩方も「あっ有無さや」と言ってくれるすねまた青年たちに元気を与えてくれますねあ、はい、あ大事にしてくれてるんだなとそういうふうに感じ取ることができますね、はいえー、そうですかはい そしたらあ今度はですね、まあえー、年中行事、これから入っていこうと思うんですが、22分か、まだいいですね、先週の知念さんの場合も急な年中行事、いっぱいあったんですけども、はい、さて、そのお愛知区のお年中行事、えー、まず4月にどんなことがありますか。4月にはですね、はい、やっぱ前年度のこのこ 活動等を会員の方々に報告するためにですね。ええ、定期総会を行って、定期総会ね。はい、またあの28年度どうやっていこうかなとか、はい、定期総会がありました。はい、これはもうあのその年中行事の報告と会計報告とかやるわけですね。はい、そうですね。定期総会これどれぐらいの方々が集まりますか。えー、100名以上の方々が集まります。ほうほう また当日はあの役員の歓送迎会も行いますので歓送、はい、迎会、はい、役員の改選もこのときやるわけですね、すはいえー、このお組織についてちょっと教えてほしいんですが、はい、まず自治会長さんがいらっしゃいますよね、はいはい、それからほかにはどういった方々がおります、えー、理事会、審議委員会。 審議委員会、はで教育隣組。教育隣組。子供、子供会の面倒見ですね。あ、子供会を面倒。はい。支える会ですね。ケアするわけですね。そうですね。はい。で、あの、一番お世話になってる班長さん。班長さん。はい。いらっしゃいますね。これはどれくらいですか。え、私たちは45班ありますので。そんなにあるんですか。はい。はい。はい。 45名の班長様がいてこの年中行事をですねスムーズに進行させてもらってますそのほかに老人会老人クラブとも和会というふうにしてとも和会お友達のともに平和のは友が和する会とも和会ですね活発な団体ですね婦人会青年会ですねこの3つは大事ですよね このあのやっぱ地域の自治会活動の中で,ですね、このやっぱ団体がいないと元々上もできない、はい、も<う>盛り上げていただいております。そうでしょうね。はい、まあ老人会っていうのはおいくつぐらいから入れるんですか。ええ、65歳以上が<ん>、えー、まあ老人クラブ友和会の会員となりますので、入会の資格があるわけですね。はい、65歳ですね。はい、えっと婦人会は今どれぐらい。 40名近く、30から40名の会員で活動しています。ああ、そうですか。トビンス・ハニースの羽衣さえがありますね、空いたのに出るのもこの婦人会が出ていきます。踊りいくつか何点か出したりしてるわけですね。そうですか。で、その議決権を持った理事の方、これは30名ぐらいですか。 はい、うことですね。はい、だから審議員というのはまあ、これ人数は。は ええ、これ8名から10名の諮問指紋指紋ですね。指紋期間ね。はいはい。班長さん45班45名。これはなかなか大変なことですね。本当にご苦労様です。本当だね。はい。いや、人気は1年交代ですか？1年交代もあるんですけれども、ええ、まあ班によっては、はい、な3ヶ月の間交代交代していこうというところもあったりとかですね。はい。各班の方にお任せはしております。そうですか。ああなるほど。はい。 えー、この教育隣組の20名の方々、子ども会を、まあえー、ケアしているというのは、えー、具体的にどういった子どもたちをどういうふうにそうですね、あのまあ、子どもたちが夏休みか、まあ、年中行事があるんですけれども、子ども、演奏やったりあの、ラジオ体操したりですね、はいはい、そういったことを子どもたちが自主的にできるような、はい。 あのまる、あ、道を作ってあげてですねなるほどあの年中行事をスムーズにいくようなお手伝いをしているという組織となっていまやご、はい、苦労なことですねすごいことですねいや,でやっぱり年齢層もこの年代的にも子どもからとあの高齢者までというふうになんか一体感がないとなかなか、えー、行事も取り組みできないと思いますのでね えー、この年齢幅を広くしてですね、はい、やっぱり活動見守るまたケアするっていうのは一応大事なことだと思いますね,すねはい、はいえー、そしたらえー、っと2曲目いきましょうか二曲目何でしたかね大城義行さん、はい、普天間通り大城義行さんというのはこれはもう神山の出身ですねああそうですかいやいやいや神山しの方で、えー、普天間通り あじゃあその歌じゃ皆さんどうぞお聴きください。 火曜ダイヤル797人に歌あり歴史あり、えー、毎週木曜日2時からえお届けをしている番組ゲストの方をお招きをして腰方を振り返りながら思い出の歌を放送する番組です担当の砂川です後半もどうぞお付き合いくださいますようによろしくお願いしますさて上里さん愛知というとですね ずっと前になりますけどね、はいまあ、昨日うが開局したのは去年の10月の1日なんですよね。はい、それで、えー、何回目かの3回目か4回目のゲストにですね、はいえー、宮城自動車商会。 整備工場,備工場ごめんなさい。はい、宮城自動車整備工場の宮城新一さんが、娘の金城さんと、金城、はい、明美さん。明美さん、はい。はい、ゲストに出てくれたんですよあ、ね、<laughs> そうですか。ですからあ、なんかね、はい。親しみを感じますね。ありがとうございます。<laughs> はい。ほんと、ほんと。えー、今日も老人クラブの定例会で聞いてると思います。あそうですか <laughs> はい。 今テレビ会そうですね。ああ、そうで公民館でそうです。あらあら、そうですか。聞いてくれてると幸いなんですけどね。はい、どうですか、皆さんあ。聞いてくれてると大変ありがたいんですが、よろしくお願いをいたします。さあ、えー、そうしますとね、さっき、年中行事、4月の定期総会、お話を伺いましたが、今月は学児奨励会があるんですね。 で、えー、これはどういった内容のお行事ですかあのー、新小中1年生を励ます会というふうにしてやってますね。はいはあはあ、なるほどこれ公民館でもちろん公民館でですねやるわけですね。はい、どれくらいの人数集まります、えー、児童、生徒、また保護者の方、関係者の方合わせると70名から80名ぐらいの。えー 参加者になりますね。大きな人数ですね。大人数ですね。それから7月はもうあの7月からも夏休み入っていきますので、子供サー農漁祭りと子供演説はい農漁祭りラジオ体操ですね。でまた夏休みに入るとはい夏休み松ぼっくり教室と言ってですね。松ぼっくり教室はいはい。 夏休みに入った子どもたちの、ええ、まあ宿題の支援する活動も行っています。ほうほうはい。これはやはり公民館で,そうです、ね、やるわけですね。はい、お夏休みの宿題を応援する。はい、そうですね。ほらほらこれは指導に当たるのはどういった方々が当たるんですか。はい、これあの地域のですね。はい。教職を引退なされた皆さんがですね、ええはい、あの協力していただいてほうほうで学習支援をしていただくと。 そのサポートをまた民生委員さん、はい、教育となる組、また保護者の皆さんでもうサポートしていくとうそうですか、はい、そうすると、おまあ、学年にばらつきがありましょうね、当然ね、はいはい、それはどういうふうにして解決すするんですかやっぱりこの1年生から6年生、ええ、中学校1年生ぐらいまで面倒見るんですけれども、事前にですね、はい 小学校、<い>中学校の方々と連携を取って、はい、どういった宿題をあの出すよということを前もって情報をもらってはあ、はあ、どういったのが宿題で来るというのを前もって私たちで事前に、はいえー、調査してそれから受け入れるということですね。はい外 うわ今皆さんちょっとびっくりしましたあのいきなり音楽が聞こえてくるもんですがびっくりしましたらなんか外の方での音楽が聞こえてしまっているという状態ですごめんなさいすいませんでしたああこういった方々が、うんうん、その夏休みの宿題を指導するというそうですねこれ学校にあらかじめ連絡を取って、はい、情報を取ってって、はい、なかなかやらないこと すごいことをやってます、ね、そうですね、まあ、10年以上は継続している授業となりますので、先生方がこう変わっても、はいあの、愛知区にはまたこういった授業がありますよということで、はあ、前もってこの引き継いでいただいてですね、いやでも校長先生、しっかり。 先生また職員の皆さんに協力していただき父兄までと、連帯感というのは、素晴らしいですね、いやこれ、やっぱり子どもの頃からこういうふうな皆さんのね、団結心というか、連帯感を見せておれば、この子どもたちもまたね、大人になって、自分たちも多くなったら、またこういうのを受け継いでいく、これが自治会のいいところだと思うんですね。そううですすすねね素晴らしいいこととやってままありがござ はい、そして9月は陸上,陸上大会陸上大会と、はい、青年エンサー等もありますね。<あ>はい、青年エンサー、はい、青年エンサーですね。はい、で10月はどうでしょうか。10月はあの自治会の一番大きなイベント、敬老会がございます。敬老会ですね。はい、10月敬老会。これは年齢はいくつぐらいからですか 以前は70歳以上の方を対象にしていたんですけれども、前年から75歳以上の方を案内して、75歳、公民館でお祝いさせてもらってこれは5歳引き上げたというのは、人数が多かったんじゃないでですすかそうね公民館のほうに入りきれなくなるということが起きてしまって、これで老人クラブの皆さんと地域の方が話してですね。 75歳からしはいと言ってもどれくらいいらっしゃいます案内はですね、はいえー、約300近い案内かけてます 300? はい近いく数を案内しますええーま、当日は130名とかああそうですね盛大にはい、はい、やっていますそしたらまあ、ごも 余興も出るわけでしょはいそうですあそれは地域のまた婦人会とか子ども会とかまあいろいろ余興も出るわけですねはいそうですそれをまたカンマのチャーヌこの踊りとか歌を聞いてね、はいえー、お年寄りの方々も大変心和むというふうな行事なんですね、はい、そして十一月はあこれは区民運動会ですか、はい、そうですねはい区民運動会もですね、ええ、あの例年のこれ 100メートル走ったりとかリレーしたりとかというのは少し避けてですね高齢者でもできる軽スポーツとまた、お孫さんたち子どもたちができるようなかけっことかですねパンク競争とか家族で楽しめるような運動会を独自にですねいろいろ種目を考えて行っておりますなるほどこの種目をいろいろ考えたりする。 これもまあご苦労なんですがやっぱり最終的な目的は参加した人々があよかったって喜んでもらえるような内容が一番大事だと思いますのでね、はいはい、でどれくらい参加されるんですか、えー、去年参加された方が700名近く700名、はい、参加してますいやいやいやすごいですね、はい、そしてこの運動会の時にグランドゴルフ 別ですね、グランドゴルフは別にまた設けてやるわけですね、はい、あそうこれ、グランドゴルフ、どこであるんですか憩いの市民パークといって、ですね、はいえー、愛知区と宜野湾区の間に、です、ねはい憩いの市民パークという大きな公園があるんです、ね、ははあなんですか、がねこの方に向かって、さんさ行くと、右側にある公園そうですね。ちょっと、はい なるほどそこでグランドゴルフ大会をやるということですね、はい、いやこれはもう、えーまあ、愛知区の皆さんが和気あいあいとしてやってる姿がこう目に見えるようなんですけどね、はい、まあこれで大体、えーまあ、終わるわけですね,ね年中行事はこれで終わるわけですね、はい、さて40分ですそしたらあ神田さん、はいはい、3曲目のリクエストいきましょうか。はい ファンキーモンキーベイビーズはいヒーロー,ヒー,ローさあ行きましょうこれは愛知支援でありませんねこれは違いますね、はい、冗談冗談ありがとうございますはいはいはいさあ行きましょうどうぞ ここでちょっとお知らせをいたします。意外と知らない沖縄の由来話と沖縄生まれの楽器琉球レンの音色をご家族やお子様と一緒に楽しんでみませんかこのイベントがあります。沖縄の由来話読み聞かせ琉球レンの演奏が6月の12日来たる日曜日ですね。えー、6月の12日来たる日曜日。 1>, えー、1時半から2時半までと3時から4時までの2回ですね「えー、未来屋書店沖縄ライカム店、えー、ライカムの方のイオンがありますね皆さんねそこの中に、えー、その中に、えー、未来屋書店というのがありましてそこで、えー、この沖縄の由来話を琉球カレンの演奏と一緒にコラボでやります。 ぜひお出かけください。参加は無料です。えー、に1時半から2時半までと、3時から4時までの2回ですね。いろんな沖縄の由来話、え、普天間宮の話もありますよ。 それから、エイサーとかですね、えぇ、ー、八重山がどうしてできたか、都がどうしてできたかという話、白銀道の話なんかもいっぱいありますね。特に、えー、本土からあ沖縄に観光に来られていて、今、あレンタカーで走っている方々、ぜひ、えー、来てもらいたいと思いますね。沖縄の民話由来話をぜひ、えー、聞いてもらいたいと思います、えー。問い合わせの電話番号を申し上げましょう。080-3228 番、もう一度言いましょう。08で32285226です。どうぞよろしくお願いいたします。うん、さあ、上田さん、時間もも迫ってまいりましたが、はい、福祉活動でミニデイサービスですか、はい、はあはあ、これはどんなもんですか ?65 歳以上のですね、はい、ちょっとあの家に。 引きこもりがちというか、なかなかやわらかい、やわジらぬかね、の方々、公民館の方にですね、招いて一緒にスポーツしたり、カラオケを歌ったり、カラオケがあるんですか。で、またこのボランティアの皆さんの手作りの食事をいただいてですね、楽しんでます。ああ、そうですか。これ、火曜日ですね。私たちは火曜日行ってますいそして、子育てサロンですか。これはどういったものですか。 お父さんお母さんのです、ねはい、支援をしていくということで月に1回、1> はい、ま民生さんを中心に行っています高齢者見守り活動、はい、やっぱりあの超高齢化社会となっておりますので周りにご親族もいらっしゃらない方とか 1>, はい、はい、1人暮らしの方ですね、はい、お探ししてです、ねはい、何かあ。あの いつもこう声かけをしに行って、はい、あの安否の確認を取っているというこます。あ,これありがたいことですね。はい、それから少年を守る日、はい、これ第3金曜日ということですがそうですねまたあの地域の,あの後輩たちをまた地域で育てるということで青年会が毎月1回、ですね、はい、あの9時半から夜間巡回してますね夜の9時半からですね。はいはいあ そして、いいこといいことっていうのか総合優勝した話がありますね、あはい、実習競技で、はい、愛知区が優勝したと27年度ですね。これはどういったことですか、実習競技とというさまざまなスポーツの競技があるんですけど、はい、野球、ソフトボール、バレーとかバスケットボール、バスケはい、テニス、ゲートボール、インディアか陸上、競技とか。はい その総合成績を競うんですけれども、はあはあ、27年の、まあ、久しぶりに優勝させていただきましたこれは人で実習を実習目をやるということではないんですね。ではないですね。その実習の競技を選手を出して、はい、総合成績で争うということなんですね。これは27年 優勝したと、はいで、これは何度目かの優勝だそうですね、そうですね過去も何度か優勝させていただいてるんですけれども、はい、まあ今回は6年ぶりですね、はい、まあ久しぶりに優勝ということで、はい、まあ地域が非常に盛り上げました、あそうですか、はい、それだけ人が集まりますので、なるほどね、やっぱりなんと言っても、1にも2にも団結力がないと。そうですね 会長さんがいくら笛吹けど踊らずではね、<laughs> はい、優勝、おぼつかないと思いますもんね。はい、なるほど、なるほど。さあ、そして、えー、最後のお話になるかと思いますが、はいえー、これからの予定、大きなあ予定がありますね。あそうですね、えー、今、公,公,民公民館ですね、はい、公民館も建設して、もう約30年以上経つんですけれども。30年、はい 以前はですね、の学習の施設としては非常に素晴らしい施設であったんですけれども、現在、高齢化の施設として、ちょっとバリアフリーじゃないとか、ですね、階段があったりとか、障害がありますので、そういったものを改めて見直して、ですね、またさらなる高齢化事業に取り組むために改修工事を予定しています。なるほど。 ええー、まあ、えー、バリアフリーにするということが一番大きいですね。そうですね。お手洗いとか階段とかね。はい。これなくしても一階の方にバリアフリーをー設けていくと設けるということなんですね。はい。はいえー、一番まあ,あこの車椅子に乗っている僕のようなものなんかは、はい、一番あの気にするのはやっぱりバリアフリー階段があったらもダメですからね。はい。それとトイレね。はい。お手洗いが ああ車一線用のおトイレじゃないと入れないもんですからね。はい、これが一番気になるんですよ。よ施設にこう訪ねていったりするときですね。はい、ですからまあこういうもうことを考慮してこの改修工事をされるということは非常に素晴らしいことだと思いますね。はい。お金かかりましょう。そうですね。<laughs> またあの町さん荘もあるんですけど、はい、また機能足。ええええ。 県区にの皆さんと協力を得てですね、はい、またこの授業も達成していきたいと思います。はい、その内訳は期間でおきます。はいはいはい、えー。今日はあー愛知区の自治会長でられます上里博之さんをお,お迎えして放送してまいりました。やっぱり、えー、上里さんが自治会長として、区民の皆さんの中にいかに突っ込んでいこうかと努力をしていることは。 さっきのジョニー・ギノワンさん、それから大城義行さん、この2人の方の歌を選んだということにも、その自治会長さんの気持ちの一端を見る思いがしたんですね。だいたいね、リクエストをお願いすると、演歌をリクエストしてくるんです。で、はい、私も演歌をリクエストするのかなと思ってたんです、はいはい、ところがね、その大城義行さんとか、ジョニー・ギノワンさん。 愛知と神山の出身だということでね、まあ、自治会長さんの心意気を見る思いがいたしました。本当にご苦労さんです。 きょうはその定例会があって、公民館ではたくさんの方が集まって、はい、まあラジオを聞いてくださって、俺は大変ありがたいんですが、どうでしょうかね。出ていくときに、しっかりしなさいよと言われてきました。はい、あそうですか、そ <laughs>、はい、うですか、じゃあ、えー、きっと聞いているかもしれませんね。はいえー、どうぞ、愛知区の皆さん、これからも和気あいあいと、親睦を深めて、団結力を強めて、素晴らしい愛知区にしてもらいたいものだと思います。上里さん今日はどううううもああ、えー、ありりりがががとととごごござざざいいいままましししたたた それではまた皆さん、来週木曜日午後2時にお会いしたいと思います。ありがとうございました。ご犬よろしう。さよなら。